最初の彼らとの接触は4年前のことでした。世界各地が見たこともない宇宙戦軍に吸収されたのです。未知なる異星人の攻撃に誰もが絶望しましたが、意外にも彼らは簡単に撃退され、どこへともなく消え去ってしまいました。我々の技術に比べると彼らのそれはあまりにも劣っていたのです。わずかな被害に比べ、それまで民族や宗教の問題で紛争の絶えなかった我々を一つにまとめてくれたのは皮肉な幸運と言えるかもしれません。その後、残骸などから彼らに対する調査を開始しましたが、遅々として進みませんでした。彼らの機体には磁界装置が組み込まれており、ほとんど調べることができなかったからです。そして2年後に2度目の接触がありました。彼らの正体は依然謎に包まれたまま。しかし必ず再接触があることを確信していた我々は、星を挙げて協力し合い、彼らに対する迎撃準備を整えていたのです。吸収された前回の接触でさえわずかな被害で済んだのですから、この時はより簡単に撃退できると思われます。ところが一世代は遅れていた彼らの技術は格段に進歩して、我々に追いつかんばかりのところまで来ている。2年間の協調による驚異的な技術革新がなければ、この時我々は彼らに滅ぼされていたかもしれません。そして戦いが混沌を極め始めた頃、またも彼らは突然に消え去ってしまいます。しかしこの時我々は追跡することに成功しています。時空ジャンプを繰り返し、彼らは我が星系の淵に集合し、謎の爆発とともに消え去ります。負けそうになったので自爆した、何らかの事故などの意見が上がりましたが、再接触を考慮に入れれば逃げたと考えるのが妥当という意見に落ち着いています。そして再接触から2年の現在、彼らは3度目の接触をしてきました。今回彼らの技術は一部で我々を凌駕しています。我々の科学文明は前回の接触により協調が強まり、さらなる進歩を遂げたというのに、今度こそ撃退できる確信はありません。彼らはなぜ2年周期で攻撃してくるのでしょう。一体どこからやってくるのでしょう。そして彼らは何者なのでしょう。